どうも、てるえもんです。今日なんですけども、オートデスクフュージョンに新しく機能として追加されました。シェルの中の機能でですね、丸みのあるシェルという機能が追加されましたので、こちらの新しい機能を、ね、紹介していきたいと思います。まず通常のですね、シェルタイプは、これこういった形状になっていますけれども、 一定の厚みでくり抜くのがですね、シェルですね。目を選択して、くり抜く目ですね。選択しまして、厚みを入力すると、このようにですね。中がくり抜かれますね。はい。で、今回こちらの丸みのあるシェルという方を選びますと、丸みついたのがわかりますかね。もう一回戻します。こちら。今までのシェルはこちらの方でしたね。 はい。こちらの丸みのシェルを選択しますと、まあ、ヘコの部分の角ですかね。そういったところに丸みがつきます。もちろんですね、これもともと、レッドコマンドでですね、の外側に、たぶここに丸みがありますと、まあ、シェルをしたときにですね、 ま、一定の厚みになりますので、ここに、丸みはもちろんつきますね。こちら、あシャープシェルとはなってますが、まあ、通常のシェルコマこれまでのシェルコマンドで一定の厚みで、ここに、くり抜いてくれるコマンドですね。それはこの丸みのあるシェルっていうのを、を選びますと、こういうに、フェットが入ってなかったところでも、ヘコのところに関しては、丸みがつきますよってとことです。どんどんこう。 厚みつけていきます。こんな形ですね。はい。ちょっとまたこちらのシャープシェルのところチェック外しますね。はい。で、あとですね、これ今内側になってますが、外側にシェルをした場合もですね、えー、例えば5とした場合にも、丸みのあるシェルを使うと、 ここにですね。丸みがつきます。外側の場合には、凸になった部分にですね、丸みがつくとうこですかねで。ここの部分ですね。この側面の部分も丸みがつきますね。そうですと、こういった形ですが、こちらの丸みのなるシェルの方を選びますと、このような形に。わかりますかね。で、ここに丸みが入ってます。 はい。ま、あ両側、両方ですね。両方も選べますので。オッケーしてますか。両方選ぶと、なんかこの辺ちょってよくわかんないことしになりますけど、まあ、こうな形で、シェルを行うことができますと。はい。今回はですね、えー、シェルの中に新しく、 オプションで追加されましたシェルタイプのところの丸みのあるシェルというのをちょっと紹介しました。えー、ち通常ですとですね、一定の厚みでくり抜くのがシェルなわけなんですが、うん、丸みをですね、えー、一部につけてですね、シェル化してくれる機能になってますと。ただですね、えー、こちら注意ですが、丸みがつく分一定の厚みではなくなってしまうので、 そこは気をつけなければいけない部分ですかね。ちょっと薄くなってしまう部分とかあったりするかと思うので。まあ、少しですね、気をつけなきゃいけないところかなというところはありますが。何かですね、こううまくシェルできないときとか、こう丸みをつけたいときなんかは使っていただくと便利なところなのかなと思います。はい。で今回のは、えー、簡単でありますが、 新機能で新しく追加されました、えー、シェルの機能の中にある丸みのあるシェルというのをちょっと紹介いたしました。はい。では今回のワーク以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。